はい、こんにちは。札幌占い美容師相馬菓子の後藤です。モデルさんの方からこういう見えてるか分かんないけどグレージュのこういう感じにしていきたいと思います。はい、で、はい、これは今ビフォアの状態です。ちょっと後ろをこうしてこんな感じ、ちょっと回しますね。はい、これがビフォアの状態です。こんな感じです。で、履歴はブリッジしてるの？何回ブリッジしてるの？これは2回です。あ、1回です。1回してこっちだけしたみたいな感じ。2回目さらにね、はい、あー、そうか了解です。眉染めてから結構経ってないですか？2ヶ月経ってます。あ、そうなんです、はい、で、ここは染めたの？ここは染めてないんです。これ地毛なの？あ、いや、こっちもなんかブリーチかけてたのかな。で、こあ、うん、あー、え、これブリーチかけてない？ここ、うん、嘘、分かんないです。あれは何をしたのか聞かないと。ここもじゃあ何か色やってたの？何かやってました。あ、結構ね、あのメラニン色素がしっかりされてるので結構赤く出やすい感じなんですよね、髪質的に。だから結構難しいです、グレージュのカラーやる。はい、では今、カラー終わった状態です。これにヘナウォーターをちょっとつけていきます。ヘナウォーターをこちらですね。はい、全体にヘナウォーターをつけてから乾かしますね。え、なんか癖毛？あんま？そんなじゃないです。あ、そっか。あ、でもなんか癖毛はちょっとあります。あるね。はい、あ、そういうことか。ちょっとね、あるよね。左がなんか強いです。あ、そう。あ、右。あ、こっち？あ、こっちです。こっちが確かにちょっとね、はい、ちょっと強いってあるかも。そうですね、今は気づいた、うん、さっき乾いてたから分からなかったけど、うん、若干ありますね。そうです。